だるま大師、工房大師、大麻大師、ラスト大師の大麻大師でございます。本日2024年の9月24日午前8時23分を待ったところです。麹町警察署に元 NHK の業務委託会社社員である斉藤忠之受刑者、かっこ懲役1年8月の件で、えー、通報したのに麹町警察署員が無視した件を少しずつ。 ずつ解説していき翼の党杉田隼人君が大津綾香と橘高志に騙されていたのではないかと考える理由を述べていきたいと思います <laughs>、えー、ちょっとね、えー、小倉美咲さんの動画で、えー、ああのご遠慮してたんですけど、えー、なかなか出頭 命令が来ないまあ来るのはまずほぼ間違いないんですけどなかなか来ないということは検察と秋田県警がいろいろやり取りしてるはずなんです私今秋田県警とけ嘩してるので喧嘩してるので, <laughs> 喧嘩してるのでだから去年麹町警察署にあの、ね、詐欺生徒女性法違反出資、えー、法違反、えー、とかいろいろねこの辺の疑いがあるので ね、刑事告発を準備してますけど、えー、っていう話をしたところ、ねえー、秋田にお住まいになったらこっちに来るより全国どこでも警察署ってありますから秋田でやってくださいっていう話ねだからなぜ私が鹿島市警察署に電話したかというと斎 <laughs> 藤忠之も絡んでいるから、ね、だって調査費用っつって30万ぐらい、えー、政,党あの政治資金収支報告書のやつに載ってるわけだよ。 でそしてその通帳のコピーが、立花隆一人放送局株式会社という通帳のコピーがなのか、もしくは通帳自体が、なぜ我々の税金で動いている参議院会館であって、その参議院会館から盗んだということで、出頭するというね、えー、話だったんで、麹町警察署が話が分かるはずなんですよ。 ね、だからね麹町警察署ももしかして斎藤忠之とか橘隆とかあとグルの人がいるんじゃないかというそういう勘繰りがあったので去年仕掛けをしたところまあ多分間違いない。 か,か,かなり間違いないというのは秋田でやってくださいって一か,から私に説明させようとしてるから小島市警察署はね斉藤忠之っていうのはどういう人物でありね私が3年前から動画作ってるんですけどねこれ今、受刑者になっちゃいましたけど斉藤忠之受刑者になっちゃいましたけどねあのドアの隙間にあ 足を入れたり、えー、NHK じゃないのに NHK ですって言ったりしてるはずでしょそれはゲロってるわけ政権放送でねで政権放送を不正に利用したんじゃないかもうこれ今あの小,田小田光恵さんでしたっけ小田光恵さんの件で今動画作りますけど、ね、一本作りますけど、ね、そういうのを全部説明させないといけないしないといけないんですかって思ったわけねまあその時はまあ仕掛けなんで、えー、言いませんでしたが でも残念ながら今、私、秋田県警とけ,けあの喧嘩してて、ね、あの検察からカシャンするんで、ほぼ間違いなくね、だから、これ、ね、秋田に持っていくわけにもいかないし、ね、お仲間であるかもしれない島町警察署に持っていくわけにもいかないので、じゃ徐々に動画を作りながら、えーね、我々の税金で動いている検察とか、東京地検特捜部とか、ね、動いてくれないかなということでやっていきたいと思いますが。<laughs> 私は今翼の党の杉田君が、えー、大津やかに騙されてたんじゃないかねで大津やかに騙されていて立花隆と対立してるんじゃないかっていうことねそういうふうに今思ってるわけだから全力で杉田君を応援していかないといけないなって思ってるわけこれからね <laughs> これから。 それ1本動画に撮りたいんですけど、えー、これですね、まずはこれですね <laughs> うんと、これ私、総務省のモール信号って呼んでおりますが、昨年の斎の藤忠之に関して麹町警察署に、えー 電話あ、これ、斎藤忠之がどういう人物であるかというのは3年前に私、動画作ってるんで、斎藤忠之、ちょっと漢字が違うかもしれないけど、奥、えー、森林会大浅大使で検索すれば出てきます。職業安定法違反の疑いとか、そういうやつも全部言ってるからね。ね、わ、えー、かりますか。<laughs> テレビがあれば、テレビがあれば、えー、NHK と契約し,ますしないといけないんですよっていうね。 これ NHK の集金人がずっと前からやってきたこと、私が2001年からだから、20何年も前からその話をしてるわけ、私はね、な何年も前からやってるのを政見放送で言ってるわけ、斎藤忠之という今、1年8月に処せられた人物が言ってるわけ、ね、であのそれっていうのは、ね、NHK が許,許容してきたわけ。 でそしてそれに対していた立花隆という人物が、ね、最初はそれ設置じゃないから設置条件じゃないから、ねケーブケね、私としてはケーブル F ケーブルアンテナ F ケーブル1本なくても映らないよと設置条件の中に b キャスカードとかアンテナケーブルとかアンテナとか、ね、そういうものがあるからテレビがあったってケーブルなければ、えーね、設置してませんよということができるのに、ね、それを。 えー、ケーブル1本、えー、は電気屋さんからすぐ買ってこれるから、ね、それは設置と同,同義だから、えー、<laughs> テレビがあれば払わないといけないんですよって言い始めたの、<laughs> とある時から、立花隆が。立、ね、花隆が、あれこれ、NHK の味方してんじゃんって思い始めたの、そ,その時からね。 ね、だからその時から立花隆っていうのは怪しい人物であるというふうに私は思ってたわけテレビがあればあの契約しないといけないということを言い始めてる人全てが怪しいんですそれなぜかっつったら二十何年も前から NHK がそういうふうに言っててそれは嘘であるから放送法上にはそんなことは書かれてないのでねで,でも NHK の受信契約今ちょっと見てないけどね昔はあったからテレビがあれば契約しないといけないって書いてたから ね、今もあるかもしれない、ね。規約は。でも放送法は設置したならば設置したものがいくわけでしょ。ね、だからその中に B キャスという会社が今大きく関与してるわけだから、だってレンタル契約なんだから、だから設置したものの中に B キャスが入ったり、レオパレスが入ったりするわけ。<laughs> だからレオパレスに入ってる人たち、なんで受信料払わされてんのって。 ね、それ不当な契約のもとにレオパレスの人たちが払わされてるんじゃないかって思ってたわけだからレオパレス裁判を見守ってたんですけどある時から NHK とあい、ね、は反してるはずの立花隆が「テレビがあったら契約しないといけないんです」ね「テレビがあってだから契約して不払いする人たちを応援するんです」って言い始めたのあその瞬間から「これ NHK とつながってる可能性ありますね」って思ってたからね で今回、斎藤忠之はそういう人物であるので、ねあの、小島市警察署に電話しました、ね <laughs> 月。去年の11月頃ろ。その時に総務省がモール信号を出してくれてるんですよ。ね、これ、<laughs> いいですかあの <laughs> うんと、ね、これは、えー総,務省のえー、総務省の告示の、えー、第364号。 令和5年11月2日ね、去年衆議院、衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和元年総務省告示第164号の候補者となるべきものの選定の手続きについて、公職選挙法第86条の5、4項の規定に基づき、えー、届出があ移動、えー次 次の通り移動の届け出があったので道場第5項の規定に基づき告示するということで <laughs> 鈴木大臣がえ告示しておりますえ令和5年の11月2日ねえ去年のね11月2日これ重要ですからね11月2日に 出して実際変わったのはバックデートねだから7日以内に出しなさいよっていう政治資金,政治資金規正法とかあるのにあと公職選挙法上だと7日以内だったり2週間だったりいろいろあるんだけどあとは政党助成法でもあるんだけどそ,れをバックその法律を無視して国民には公表することができるんです かかります遅れて公表することは4ヶ月とか5ヶ月とか遅れて公表できるわけですれなぜ遅れて4ヶ月とか5ヶ月できるかというと2ヶ月前ぐらいに変更しているとその2ヶ月前に変更したのはそれよりも2ヶ月前ぐらいに変更したものを2ヶ月前に出して届けてる要は2ヶ月、と2ヶ月、4ヶ月ぐらい。ね そういうことを平気でやって取り締まらないということが分かったわけ、これによりね。で、じゃあ分かりましたと、これは令和5年の10月5日に,5日にね、2日に告示され、みんなに官報に載ってるんだけど、10月5日に政治家女子48党の,その衆議院議員の小選挙区の誰を公認するか、要は公認しないと政権放送とかそういうので、まあ、 えー、彼らの言葉を使えばビジネスね。選挙ビジネスね。選挙で儲ける。儲かるからです。えーえー、って言ってるわけ。この小田光恵さんの <laughs>、小田光恵さんの時にね。小田光恵さんの時に。えー、っと <laughs>、え、どれだえー、っと、これね。あ、ちょっと、映らないな。 選挙に、国民へ還元、選挙に出ると、だから、儲けてるのは国民、それを国民に還元するんだよっていうことで、これ、これね、えー、これだったかな。これ、これですね。この人が、この人たち、この人と小田光恵が言ってるわけね。<laughs> 一郎、一郎映ってるんだ、これ。<laughs> 一郎だよ、これ。まあ、ちょっと分かんない。<laughs> おすすめに出てきた <laughs>。一郎、一郎がおすすめに出てきてるけど、あのー、 これね、これ言ってるわけ、この人が。ね、立花隆が言ってるわけ。ね、じゃあ、どうやって政治家女子48と、これ4月、去年の4月11日ですよね、4月11日にスタートして、4月23日に投票される、千葉県の5区。 衆議院議員補選5区の、えー、公認を決めて、おね、その千葉県では多分政権放送とか流れてたと思うんですけど、ね、国政政党の政治家女子48党じゃないと無理なわけ、だから単なる政治団体だと無理なわけでしょ、で国政政党の政治家女子48党として、小田光恵が出ているはずなんですよ。この演説を聞けばね、その政権放送の話とかが本当であれば、本当であればね。 でということは、えー、どういうことかというと、えー、月のあ10月の五日に、その年の10月の五日に、えー、役員の,選あその公認とか、公認とか決めれる、決める方法の <laughs>、えっと、これね、当該機関の構成員の選出方法、役員会にて5名選出するっていうやつね。あこれ <laughs> 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 うんと、えー、当,当該機関の、えー、構成員の選出方法だからなんか構成する委員を役員会にで5名を選出するんだったけどその前までね10月5日前までは党首と党所属の現職国会議員 ね、だからこの、この,あの4月11の段階で、えー、浜田聡君が抜けたかどうかちょっとわからない、ね、浜田聡君が抜けたかどうかちょっと忘れましたが <laughs> 調べればわかるけど少なくても斎藤、えー、健一郎これ国会議員藤、ね、藤忠之じゃないよ斉藤健一郎国会議員が所属していることは間,間違いないでしょ、えー、あの代表権の争いをしているわけだから。 ね、斉藤健一郎か大津彩華かでしょだ斉藤健一郎と大津彩かっていう,そういう対立する人たちが小田光江を押、えー、したってことだからその党がでなければ政権放送で金儲けできますよとかって演説で言,う言ってるのが虚偽になるからこの人が <laughs> この人が嘘をついてることになってる言ってる意味わかるこの,この人っつこの人ねこの人が嘘ついちゃってることになってるあの演説で <laughs> この人嘘嘘つきおっさんになっちゃうから こ,れね、こ,のこの人が嘘つきおっさんじゃないといことは政見放送で儲けるってことでしょ、こういうやつで、ね。ということは、この小田光恵は政治国政政党政治家女子48党の、ね、大津彩香、斎藤健一郎、まあ、ちょっと浜田聡氏は分かんないけど、まあ、両者対立しているこの2名の,2名の承諾を得て、ね、小田光恵を推したってことだから。で、政治家女子48党っていうふうに掲げて、外資選をやっている。 でこれ衆議院議員だから、おそらくですけど、この上でできるよ。車上の上で、小田光恵とか、えー、橘孝さができるよ。これ、まあ、K, K だから、そういうふうに作ってないと思うけど、ね。わ、ね、かりますかわざと多分作ってない可能性もあるから。ね、上でやれるっていうのは、非常に限られた条件なの。このね、だから、あの石丸慎二さんでしたっけ、ねあの、去年、あ、去年じゃね あのなんだ東京都知事選挙のにあに、あの <laughs> 人気な2番目になった人、ね、あの人もやってましたよね、公選法違反、<laughs> 公選法違反、東京都知事選挙自体が、ね、車上の上でやっちゃいけないんですよ、名前つけて、蓮、ね、舫やってたでしょ、最初、あとあと辞めたんですけど、最初、蓮舫やってたでしょ、ね、公職選挙法違反。 で最初やらなかったのが、えー、小池百合子でしょ、ね、公選法違反を分かってる、翼の党が逮捕されたときに分かったから最初やめてたの。その後様子を見て、ねえー、自分が、えー、知事になれるという表,表読みが完成した段階からやり始めたの。ね、公職選挙法違反。やっちゃいけない、社長で。社長でやれるのは、ねあのー、名前を伏せて、 ね、こ,のこの状態で OK、この状態で東京都知事選挙のときに、えー、あの小田光恵をよろしくお願いしますじゃなくて、確認団体か、えー、として、えー、政治家女子48等がついています、で小田光恵が東京都知事選挙に出ていたとするならば、ねでそ、そしてそれが国政政党の購入を,購入を受けていたなら。 ね、国政政党政治家女子48党として、小田光蓮が出ていて、えー、都知事選挙に、ね、出ていたとして、えー、ここに小田光蓮って書いてないから、できるんです、それ。で、そ,その時は、小田光蓮に1票どうかよろしくお願いしますじゃなくて、小田光蓮を推している政治家女子48党は、こういう政策ですよ、ね、NHK から国民を守りますよとかって言うことができるわけ、ねね。そして <laughs> そしてそれを押してくれる、それを実現させてくれるのが小田光恵ですぐらいだったら、大丈夫なんじゃない、<laughs> 大丈夫なんじゃない選挙運動期間中でも、ちょっと分からないけどね、それは微妙なね。だから、ちょっと話戻しますと、東京都知事選挙のととか、もしくは参議院とか、衆議院補選っていうのは、かなり限定された人でしか、社長の上でまずはできないです。 ね、でこれは別に社長の上でやろうと思えばできるということ。この政治家女子48党の小田光栄はね。ねできるんです、えー。小田光栄だよね。ちょっと。小田光栄第一そ,そうそう。これがね。できるんですよ。ね、<laughs> これはなぜかっつったら、多分、うん、届け出出してるからでしょ。<laughs> 出,しける出してるから、この人は政治家女子48と国政制度の。 政治家女子48党から、えー、公認を受けてますよと堂々とできるわけ。ね、こうやって小田光恵の選挙運動のやつに政治家女子48党っていうロゴを出せるわけ。わかりますか、ね、この党を、えー、出せるわけ。出してもいいわけ。ね、その出してもいいよっていうのは、なんと内部でまず決めてないといけないです。内部で。内部で決めてないといけないわけでしょ内部で <laughs>。 決めてたんです誰がっつったら大津彩華と斎藤健一郎ねでこれ大津彩華が知らないんであればねなぜね大津彩華サイドはね踊三枝の後任はだめですよって言わないといけないもしくはこの後も出てたんじゃない戦艦千葉県選管とかに出して斉藤健一郎代表で出してますって言って出してるんじゃないだから千葉県選管とかは極端その衆議院補選に関してはこれが重要になってくるから公職選挙法に触れるかどうかだから 公職選挙法、全部私、マスターしてませんが、公職選挙法に触れるかどうかで、そこに代表者の名前がどうのこうのってあんまり関係ないんじゃない、ね、党として期間決定してきたんですよねっていう話でしょ、ね、で党として期間決定するときに、去年の10月の5日までは、ね、なんと党首って書いている、ね、<laughs> 大津やかの権限が必要なの。 だから麹町警察署に電話してるんだって、こういうことを全部説明させるの <laughs> こういうことを全部説明させる気ですか秋田,秋田県警とかに。で、私、だ念ら今、秋田県警と別件で、喧嘩し始めてますんで、ね、だから、あの無理になるよ。じゃあ、どこに出せばいいのこれ、俺 <laughs>、ね。秋田県警とか、ね、検察とかと喧嘩し始めて、じゃあ、東京地検特捜部に出せばいいの この準備している刑事告発を東京地検特捜部に出せばいいの <laughs>、ね、いいですか、斎藤忠之っていうのはね <laughs> 政治家女子48党から金もらってんだって、おととしまでねで、それっていうのは職員じゃなくて報酬として支払われてる。 でそ,れそれが大通やかにな,るのかならないが関係ないでしょ、業務委託契約だから、ね、職員じゃないんだから、そもそもはね。<laughs> まあ分からない、職員になったかもしれないし、そ,それは分からないけど、ね <laughs> ね、そういうのを調査できるのが警察とかでしょ、ねれわで,できないんです我々っていうのは表面上にあるものしか、国民っていうのは、表面上にあるものから、ね、立花とかちと大通やかって仲いいんじゃん。<laughs> プロレスやってんじゃこれな、織田光恵の件からしても、プロレスやってんじゃん、ねか、本気でやろうとしてないわけでしょ、大屋か、えー、その当時の、えー、やつは若造ですよ、若造弁護士、4, 4, 月,4月11日だから若造弁護士だと思いますけど、その当時はね、あのト,ヨタトヨタ検事じゃないけれどね。<laughs> ね、その当時はそれ国民にはそうしか言ってないのになぜか海洋マリの先生が豊田賢治はその時からって言ってたからねあら海洋マリの先生もなんか知ってんじゃねえのって、ね、そもそもはこれ海洋マリの先生どころか失敗小僧も知ってんじゃないのこれこれ誰が変更登記やったのこれ、ね、誰が変更登記をかけたんですかこれ、ね、えー、っと柏千葉県柏と船橋、ね、船橋から柏に多分変えたと思うんだけど誰が変更登記ってかけたの なんで千葉から千葉にしたのかって、彼らが本人が言ってる、彼らたちが言ってるのね,ね、総会を開いてないので、規約を変えれないので、千葉県に置くってなってるから、千葉県の中で、変更投票、住所変更投票をかけました、その変更登記っていうのは、不要法でしょ、不要法が必要なところっいうのは、政党交付金でしょ。 ね、ということは、政党交付金を不正に請求しようとして司法書士が、えー、誰か分からないけど私は失敗こそさんじゃないかと読んでますが、ね、司法書士という法律を司る人が住所変更を登記かけたんじゃないの変更登記、ね、代表はかからないけど、えー、住所はかかりましたみたいな感じで演出してプロレス打ったんじゃないの司法書士が、ね、その目的というのは不正に請求しようとしてるわけでしょ。 不正にに政党交付金を請求してるようう見えちゃうんです <laughs>、ね、だって、いいですか、これ、政権放送で金儲けるっつってんだよ、この人たち。ね。ね。ねその政権放送を、えー、流せるっていうのは、衆議院議員で流せるっていうのは、補選ね、織田光蓮が流せるっていうのは、政治家女子4廷党という国政政党の箱があるからでしょ。ね。でもその箱の代表者が争ってるわけでしょ。 で争ってるのはいいんだけど、そもそも高速選挙法上を、その小田光を押すために、党がどうやって決めるんですかっていう決める方法の中に、党首と現職、な所属国会議員が関わるって書いてるの。<laughs> その状態でやってるんだよ。4月11日に。分 <laughs> かりますかこれ間接、プロレスの間接的証拠物の一部だからね。これだけではうんぬんじゃないからね。これ,これを N シンとかなんかが、ああだこうだって言ってきたらね。 それ以外にもぶわーってあるからね、悪いけど、ね、<laughs> こんなことを秋田県警とかに説明させるつもりだったんですか、麹町警察署の署員の方々、ね、<laughs> 賛否とか出資法とか、ね、政党交付金の不正受給、政党交付金の不正受給って何ですかって、ね、その不正ってどういう不正ですかって聞いてくるのが当たり前じゃないの国民の税金で動いてる麹町警察署であれば、ねあのあの、当たり前じゃないの な,な,なぜか、ね、橘高志とこう仲良くしてるように見えるわけ、あれが全部。<laughs> ね、逆のことをやって、小島氏警察署のも前で、タカティがやればやるほど仲良く見えてくるの、タカティと小島氏警察署員が。やればやるほど仲良く見えてくるのよ。<laughs> ね、ってことは、橘高志と大津彩香と斎藤健一郎と浜田聡は全部グルだった可能性あるわけ。ね、となってくると、ね、過ぎて早く。 くん騙されたんじゃないの杉田駿君騙されてるんじゃないの <laughs> 大津役と立花隆に、杉田隼人君、騙されてるんじゃないですか、ね、そ,ううそういうふうになってくるでしょ、皆さん。翼の党の支持者、どう思いますか杉田彩く君は、もしかすると立花隆と大津役に騙されてるかもしれないよ。ね、橘隆と対立してる杉田彩く君でしょ、ね、でそして、どっちかというと、立花隆と対立してる大津役についてるっていうポジションでしょ 杉田くですよね、翼の党の支援者の皆さん、そうですよね。でも、大津若っていうのは党首でしょ、その党首、党首。で、立花隆の下についてるであろう、斎藤健一郎ね。 立花孝の言うことを聞くであろう、まあ、本人が言ってるから、斉藤健一郎と、斉藤健一郎と大津やかは対立していて、ね、とてもじゃないけど、国民の税金を使って政権放送を流せるような国政政党の,、えー、あの公認を小田光恵がもらえるはずがないのよ、政治家女子48党。単なる政治団体の政治家女子48党じゃなくて、国政政党の政治家女子48党の公認をもらえるわけがないの。 えもしこれが単な,る単なる政治団体の政治家女子48等で,ででしたって言うんだったらこの演説で言っているタカティが言っていることが嘘となりタカティが嘘つきクソ野郎になります今まで私が言ってきたのはちゃんと嘘つきクソ野郎たちの定義をねタカティだけじゃなくてたちだから タチっていうのはねあの丸山穂高とかは当然ですけどまあ青汁王子も関与している可能性があります。それはなぜかというと浜田聡が言ってるからね。浜田聡もそうだし相原美香ですとかねササ佐藤沙織とかあお稽古 <laughs> あの,あの,ね、OK、の月去年の3月29の2日前か1日前か分かんないけどそこに何時間の打ち合わせの時にいたやつ。 私はお稽古と読んでますけど、脚本読み合わせと呼んでますけど、の涙,涙の流した、大津彩が涙を流した1日前か2日前の、あれね、打ち合わせと呼んでますが、その時に佐藤沙織がいたわけでしょ <laughs>、講演会から一般政治団体に変えたっていう、一般政治団体って何ですかって話ね。 だから私は多分あの普通のその他政治団体から講演会ってその他政治団体だから普通の政治団体なわけ講演会って別にね政治団体の中の一つの中から国会議員なんたら関係なんたらなんたらに変えただけだと思いますけど単にそれだけだと思いますけどねやれる幅が変わるっていうのは国政選挙とかそういうやつにいける可能性があるし県をまたげる可能性があるし ね、ちょっと私も詳しくは分かんないんですけどた,ただそれだけだからそん,なにそんなに大きく違わないから国政政党とこあの単なるたその他政治団体は全然違うよだから単なる政治団体の政治家女子48党と国政政党の政治家女子48党は全然違うから国政政党ねだから総務省が、ね、私が情報開示請求した時に単なる政治団体ですかと総務省の政治資金課が私に電話してきてね <laughs> ね、<laughs> あの11個ぐらいの情報開示請求やったとき、この団体っていうのはあの、単なる政治団体の政治家女子48党か、国政政党の政治家女子48党ですかっていう質問をしてきて、まあ、分かるよ、役所だからそういう確認するのは分かるけど、ね <laughs> ね、そ,のその他、ほとんどが国政政党のことに関して言ってるのに、いきなりそれだけ単なる政治団体やったら、ちゃんと指定するから、多分 ね、この人が代表でってどうのこうのって指定するからちゃんとね,ねだからわ分かるよ分かるそれを確認して電話してくれるのはわ分かるんだけど、ね、聞いてほしいことは聞かないどうでもいいことを聞くティンコンカンコンティンコンカンコンなるわけ、ね、分かりますか普通であればなんでこの1111 11個の請求書を日付,日付を指定して情報開示請求してくるんですかって聞くはずなんです でそ,れそれ以外にあったらどうするんで、1日とかずれてたらどうするんですかとかそういう、そういう疑問になるでしょ、普通に考えて。東京大学を出てる人たちはそういう疑問になるわけでしょ。ね、な,んでなんで日付をし指定して、この人は情報開示請求してくるのかってなるわけ。ねか <laughs> りますか。ね、<laughs> そしたら、総務省が彼らの味方したんですか、政治家女子4ーともね。でも、味方したから多分、悪いなって思ったんでしょう。<laughs> ね <laughs> 悪いなと思ったからこれ出してくれたんです、これ。要はプロレスである間接的証拠物の大津役と立花隆が仲いいという間接的証拠物の4何個目の一つを出してくる総務省のモール・シンゴと名付けてますけどね衆議院補選にこれまで国政政党の政治家女子48党として出してきたやつに代表者があ今は違うよ。 今はや役員会にて5名選出してその5名が、えー、話し合って決めるのかちょっと公職選挙法を見てないながらよくあるんだけどもしくはその5名がその <laughs> 多分 5, 5名が構成員を決めれるんでしょうそのこの人を押すとか、ね、それを役員会で決めるだから役員にハマってるかどうかなんてわかんな分からない、ね、から対立してる人が役員にハマっていても我々が指摘できないの国民が、ね、今は。 でさらに変えてる可能性あるし、ね、さらに変えてる可能性あるのね、でも少なくても4月11の段階はおそらくこれしかない、これしかない、ね。ということは、ちょっとこれ、党首と党所属の現職国会議員が決めるんだよ、構成員。その押す人を決めるのか、構成員を決めるのかわかんないけど。 これ見方からすると、私はこうだと思います。昔は、その小田光栄を押したときは、党首と党所属の国会議員、要は大津屋家と斉藤健一郎、浜、えー、田聡、浜、まあ、田聡が抜けたとして、じゃあ、大津屋家と斉藤健一郎が小田光を決めますってことでしょ。でもしくは、浜田聡がいますよとして、えー、斉藤健一郎と浜田聡が押していて、大津屋家は反対するので、えー、2対1。 1> 1になるわけで,しょでそのね、えー、っていう形にしてるのかもしれないただその2対1になった時にその1が全然攻撃していかないというプロレスねで今は役員会にて5名を選出してその5名が誰を衆議院議員の比例名簿に載っけるかとかだから公認するかしないかを決めあらかじめ決めてやりなさいよっていう公職選挙法があるんでしょうその決め方を届け出なさいよってことでしょ これを、えー、<laughs> 2枚目に、この、え立、ー、花隆が、えー、なんだ、役員、役員って、えー、会計責任者を降りて、立花久美、久美も降りたよっていうやつの次のページ下にこれ、忍ばしてくれたんで、これ気づいたんですよ。でじゃあ今まであの代表権の争いがありますって言って、 代表権の争いがあるけど千葉県選管に斉藤健一郎代表で出せば千葉県選管を受け付けて選挙に出れてるでしょっていうそのプロレスロジックねそのねそのロジックがねプロレス要は対立してることを演じ,演じてるんだけど斉藤健一郎側に優位性があるよというふうに国民をダマくらかすためにやってたわけでしょなぜかつったら国民のね あの政権補足使ってるわけだから国民の <laughs> 税金をやるわけでしょ、政党交付金を請求してるわけだから大通加名で請求してるわけだから、政党交付金を、だから少なくても3.3億,億以上,以上、えー、下手すら4億ぐらいいってるかもしれないちょ、どういう金の流れになってるか分かんないけど、そのね、<laughs> 調べていかないと分かんないけど、えー、去年の分もまだ出てないからね。えー、だから あの数億、3億、3三億以上をせしめてるわけ、代表権の争いをしながらせしめて、そしてね、借金として返せ,返せ,な,い返せないといけない人がいるのかどうかわからないけど、いるというふうに国民には見せかけて、口座凍結したというふうに国民に見,見せかけて、えーね、ホールドして、り、え、そ、ー、な銀行で運用してたかもしれない、金融商品としてね。 出資法違反とかに問わわれるる可能性があるわけ彼ら、がねでそして今そそ、ね、民事再生、その当時はだから裁判所に債務超過を認めてもらうために民事再生を申請してたんだけど、私が出資法の第3条違反になれませんか、りそな銀行がね。りそな銀行がなっちゃいますよっていうふうに、りそなだよね、みずほじゃないよね,ね。それを言い始めたらな、なんか知らないけれども、民事再生取り下げたでしょ。 ね、取り下げて、えー、破産に持っていっただら私が3月頃に詐欺破産罪じゃないですかっていうのは騒いだでしょ。公正要件に当てはまる可能性がありますよってね。騒いだら今大津役が詐欺破産罪だって言うでしょ。今使ってるのは破産管罪人の命令なんて国民よりも下だからね。だから破産管罪人ごときなんですよ。 だから私はおもつやかのあの、は大津屋家の詐欺破産のやつなんてほとんど出してないでしょ、大津屋家が、えー、詐欺破産の可能性あるってことは、立花久美、立花隆の娘も出てくるからね、容疑としては、さっきの役員の話になってくるから、ね、公職選挙法にも関わるし、<laughs> ね、い今,今は分かんないけど、立花久美を追い出してから、<laughs> 設定上、立花組を追い出してから役員が決めるという話になってるかもしれないけど、<laughs> そもそも立花組自体が規約だからで、規約を変えてないから千葉県内で移したっつってんでしょ失敗小僧さんか分かんないけど、司法書士が千葉県内で移したっていうのは、ね、規約が変わってないからっつってるんだから、彼らがら。<laughs> だから立花組変えちゃいけない、その瞬間にね。立組変えだから立花崇の,の娘を変えちゃいけないんですよ。だからいけないことをしている可能性があるわけでしょ 何言ってたっけあそうそうそう詐欺破産罪っていうのはそもそも、えー、詐欺破産罪にならないから財産の処分じゃないから政治活動に使うことだから,だから逆に言ったら借金を返すこと自体が政治活動に使ったことになってるのもう借金自体が政治活動に使ったやつだからこれ国民が認めたやつなんだからだから、ね、借金を返そうが借金に返すのを待ってもらって政治活動に使おうが大通やかの が、えー、その広報に、分かんないけど、ホームページに何百万とか使おうが、関係ないんです、国民がええよって言ってるんだから、だから破産完済人はダメって言っても、破産完済人より国民の方が上なんだから、ね、だから破産、森完済人ごときなんですよ、国民からしてみれば、ね、森完済人ごときなんですよ、<laughs> ね、それみんな分かんないの だから、今、YouTube でやってる人たちは違うよ。YouTube でやってる人たちは分かりながらやってるから。大津かが、詐欺挟んだいですとかつってるミーチャンネルとか、あれ全部分かってやってるから。むしろ、ね、大橋正信とか作ってるかな <laughs> いや分かんないけど <laughs> あの、動画のテイストがちょっと似てないちょっとこれ、私の、ね、妄想です。妄想。大橋正信さんの動画のテイストと、ミーチャンネルさんとか、あの、あの 何つうか、VTuber を出してくるやつの、えー、で、大津弥を攻めてってるやつのやつがに似てるんで <laughs>。わかりますかたや立花隆を叩きに行っているやつと、えー、大津弥を叩きに行っているのを、えー、VTuber にするっていうのはね、だから大津弥を顔出しで叩く人がいないでしょ、ね。だから同じ人が同一人物がやってる可能性があるわけ。言ってる意味わかりますか立花 <laughs> 隆を叩くのは顔出しの 人がやっ,てやっているのが多いね。<laughs> ね。橘高志を擁護するのも顔出しの人が多い。例えば鴨浦さんとか柴田君とかね。ね擁護するのが多い。<laughs> で、大津屋を叩くく中で、えー、が VTuber 多いよね。ああ、柴田君は違う。柴田君と鴨浦さんは橘さんを擁護して、えー、ややあの大津屋家を叩くでしょ。<laughs> ね、だから そこは違う、そこは違う、ねだからそ。それは多分そのままなんですよ。だから純、準レスラーに相当すると思います、私は。ね、大橋正信は準レスラーじゃなくて、私はレスラー <laughs>、ね、あの上杉隆もレスラーなんです、私からしてみる、ね。だから、森友の時から怪しいから。森友の時のあの籠池ちなみさんの件から怪しいから、あそこは。だって変なもの。金貸してか あの設定上、ね、ほん嘘か本当か分かんないけど、立花隆の言ってることを信用すれば、金を貸しているところの代表者を抱いたってことになる <laughs>、ね。だから、そのか金を貸したやつってうのは国民の税金から言ってるわけでしょ。だから、国民の税金の大量に8400万円高を森友学園に貸してその、そこのちなみさんを抱いたっていうことになる。分、ね、<laughs> かりますかね立花隆の言うことを信じればね。 信じればね、だから説明したほうがいいですよそのね、男女関係を含め、それはまあ全くその借金とはの貸し借りとは一切関係ないんですと、関係ないんですということを釈明したほうがいいんじゃないですかという動画を作ってた大、上杉隆さんね,ね。それを全部忘れたのが、えー、残念ながらあの、あれなんですよ、<laughs> あ,のあれです。 残念ながらその,その経緯を全部忘れて、上杉隆さんが <laughs> 私の動画を、えー、貼ったというふうに騒いでた。上杉隆さん自体は多分覚えてる。<laughs> やられてるからね。だ,だけど、それを忘れちゃってる人がいたので、私に絡んできた人がいるんです。ね、高坂和成さん。そうそう高坂和成さんがその設定を忘れていたから、設定をあれでってなったわけですよ。<laughs> ね、高坂和成さん、設定忘れてませんかって。 上杉隆さんを散々その森友の件で私は叩いてたんですよ、ねね。だからその男女の関係とかで叩いてるんじゃないの <laughs>、ね。隠し子とかそういう疑惑の話で叩いてたんじゃないんですか、ね。国民の税金を使って8,400万円を森友に寄付するのか貸し付けるのかね,ね。その貸し付けているところの代表者とそういう疑惑を出したということはそれは釈明したほうがいいですよ。ね、それは別に 法的に違法かどうかは、えー、分からないから、それはね。その本人たちの問題でしょ。だけど、それには国民の元々、もともと芸士の8400万というでかい金が関わってるから、ね、それははっきりさせたほうがいいんじゃないのしかも行ってこいしたってことでしょ。立花隆の話を信用せば、8400万が森友に行って帰ってきたってことでしょ。ね 寄付して寄付の返金を受けたってことでしょ、ね、贈与して贈与書を司会されたってことでしょ贈与税払いなさいよって話でしょ終 <laughs> かりますか贈与税も払わさないで、ね、あのお金を8400万円を国民からせしめた8400万円をせしめたっうか、まあ、合法的にせしめた8400万円を一旦渡して、一旦渡したやつを返したわけでしょそれで、一旦渡してるときに抱いた可能性があるわけでしょ、ね おいしい仕事ですねってなるわけ。私からしてみれば。おいしいですね、それ <laughs>、ね。例えば今3.3億円口座投結してますってって、ねで、大津屋かと、もう大津屋家と私がもし付き合ってるとするんであれば、ね、ね、私と大津屋かが付き合ってると,だとすれば、その3.3億円を、ねね、<laughs> 誰かに渡して、 ねえー、そしてなんか、ね、条件条項付きで渡して寄付してでその条件が破られたんですってことで寄付の返金を受けるとするんじゃない、ね、じゃあその3.3一旦寄付されてる間その人たち寄付された側は言うこと聞くでしょ性、ね、奴隷とか完成しない性奴隷とかハーレムですよ、ね、喜び組が完成するわけ、ね、例えば大津夜は私なんかねしょぼいですからねもっと ね、もっと大やか好みの男がたくさん欲しいですじゃあ、こういうことしようよ、ね、私も大やかに満足しない可能性があるから、ね、満足しない場合は、ね、<laughs> その3.3億円を使って、ね、そう一旦渡して、一旦渡しておいて、ね、ここは国民には大丈夫、口座凍結してますと、ねね、口座凍結しますって言っておけばいいだけだ。ね、そして、ね、今破て、ね、破産してるから、破産してるから、森さんから言われたら、森さんから言えば返さないといけないから、それ。ね だから、寄付、寄付して、寄付の返金、もしくは業、事業上で出したけど、それ返さないといけないってって、森さんこれ言われたからってって返すわけでしょだから森さんを使ってる可能性がある <laughs> 言ってるわけじゃないですか。ね、破産管財人を使ってる可能性がありますし、だから資金の移動で、非道で目減りしないっていうのがまずおかしいでしょ。だそれを堂々とやっている会社が A 社なんです。A 社。A 社が、 市長、ね、料、立花隆一人放送局の市長料の件で、消費者庁に告発したときに、同時に告発している A 社が、ね、おいやそういうことをやってる、ね、<laughs> 寄付して、ね、寄付させておいて、その条件があの達成しなかったんで、寄付の返金という形で返してるル、ね、メベりしないですか、それ、贈与に対して贈与じゃないのわ、ね、<laughs> かりますか <laughs>、ね でその時に目減りするっていうか税務処理どうしてるかっていうと、ね、民事裁判所の中ではどう,どうしてったかというとその会社はねその寄付でもらったやつを、ねえー、全部なな 2000, 2000万ぐらい分かってるやつだけで2000万しかもそれはね実は23日で2000万だから <laughs> その分かってるだけで2000万だそれはバレ私にばれちゃったから多分それだけの金額にしたと思うんだけど <laughs>、ね、それを消費税売上げの 10%の消費税として計上してる <laughs>、寄付を、そしてそれを、ね、返してるんですよ。売り上げ、だから商品が、えー、条件が達成しなかったということで返金してるっていう形。<laughs> だから、あるときは寄付です。あるときはえ商品の,だあのやつの返金です。とかって、ね、いろいろとねやってるとそういう怪しげなことをしてるわけね。<laughs> 私はダメだと思いますけど。私はダメだと思います。だこれ、これつ、これ一発ではできないので、だから、麹町警察署に電話したんです。いろいろありますよとこう。これがダメだったらこれ、これがダメだったらこれみたいな感じで、いろいろ言ってきますよ。ね。だから、それを、 えー、どこに通報したら刑事告発したらいいでしょうかねみたいな感じで相談したときに、ね、あ全国に警察ありますから,、ね、からそっちに行けないんで、まあ、別に電話会議でも何でも私はいいんですけど <laughs> そ,そういうことは言わなかったけどそういうふうに思ってるわけ別に電話会議とかお金をかからない手段だったらいろいろね麹町警察署の人が秋田の警察署の誰かに頼んでそして私のところに来てもそれでも OK だったわけ私はね別に。 で話が分かってるんでしょ、鹿島市警察署、斎藤忠之が、斎藤忠之受刑者、懲役1年8月がね、出頭するわけですから、ね、もしくは出頭してきたわけですから、ね、<laughs> 分かるはずでしょ、だから、そういう展開も望んでいたんですけど、全く無視しました、小島市警察署の署員、無視しました。ということは、小島市警察署と立花隆が、えー、つるんでる可能性がありますねって勘ぐるのが普通じゃん、これ。 普通で、すよ立、ね、原隆と大津彩華が <coughs>、ね、つるんでるっていうのは分かってますから、ってことは、あ分かってます。私はね、私は間接的証拠物40何個でつるんでると見ているわけだから、ね、直接的な証拠物はないよ。つるんでますかって聞いたら、つるんでません、ね。名誉毀損ですって多分言うと思うけど、名誉は毀損はしている。<laughs> 私はね <coughs>。で、だからお、翼の塔杉田君が、 えー、あの騙されたんじゃないかとある一部、ね、あ今これつばつ翼の党杉田君のが今加算されているその容疑って分かんないんですけど私はねこうもし公職選挙法違反だったら、えー、それは不当不当である、ね、だから保釈を求めてどうのこうのって翼の党の支援者言ってるのやめた方がいいよあれ、ね、翼の党杉田君は入ろうと思って入ってるんだからその場合は不当逮捕で入ってるんだから 保釈され,されたいとは思ってないわけでしょ、そもそも。<laughs> ねだから、翼の党杉田君に関しては、保釈の、その、えー、なんとかっていうのは、翼の党の支援者は、やったら逆行とかだからね。彼は望んでないはずですから、それをね。その証拠に落ちてないんでしょ立花隆曰く、翼の党杉田君は落ちてない。翼の党の杉田君だけが落ちてないって言ってるんだ、ねね。えー。 あの黒川さんとか根本君とか落ちた。落ちたっていうのは、要は不当,不当逮捕なんだけども、ね、えー、検察とかに有,、ね、有利というか、損傷を与えないように、ね、私がやりましたみたいな、ね、ありもしないことを言っちゃうっていうことでしょ、自ら、多分ね。だって、そのとき、入るときに言ってたのは、ね、判例にありません、ね、確かに判例にないでしょ。ね、しいっぱい調べましたし、公,職前あ公選。 公職選挙法というか選挙運動自体が素人じゃないから、もうプロだから、彼らはやってきたわけ。その中でここまでやっても OK というのは全部理解して、それを理解してない人たちが公職選挙法を破っているの、警察。あれもやばいよ、どこでした小島市警察署じゃなくて、<laughs> 指導したところ、指導したか行政指導したところ、あそこもかなりやばい <laughs>。 あの顔を覚えておいてねっつったら <laughs> あそこかなりやばいです選挙運動期間中にやってるでしょ、ねね、だから私はもうあそこ見て、まああのね、特攻警察のな、えー、DNA を引き継いでるとこだと思いますけど普通にねだから昔は、ね、言論犯言論犯っつか別に班じゃないんだけどそう体制側に気に食わない人たちを連れ込んできて小林武二のようにぶったたいて殺してたっていう、えー、そういう警察署の名残を感じるんだけどあそこね ね、あそこね、あの、<laughs> 分かるでしょ翼の塔の黒川さんたちが連れてかれたとこ。連れてかれたっていうか、自ら行ったところね。バカ野郎とかつって,言って入ってたところね。だからあそこ自体が、だからそれがダメなんじゃなくて、それ,それをやらせている警察署がダメな、ね。<laughs> まあいいんだけど。 で逆に翼の塔あの機動隊はあれ仲間だからね機動隊はおそらくですけど創価学会が,の、えー、が絡んでんじゃないかなと私は勝手に想像勝手に想像してる、ね、機動隊があれだけ並べられたってことは機動隊の、ね、トップの方が翼の塔と仲良くないとできないはずですから、ね、表面上は対立してても仲良くないと機動隊を配備するっていうこと自体ができないから多分ねだって国民の税金使ってるわけだから あの人たちに少なくてもあの日なん 3, 3箇所に置いて10人ずつぐらいやったとしても30人でしょ、ね、だ相当の額よ、あれ、ね、数十万円の税金が、えー、投入されてあの絵が完成する機動隊の絵がねそんなことを決定できる人って相当上の方でしょ、ね、で上の方がなぜ、ね、彼ら、暴力一切振ってないから。 1>, 1ミリもないからね、今までの映像で、暴力を振ったのが。逆ですからね、振るわれても手を出してないからね。彼らは暴力を振るわれてるんですよ、ジジイとかに <laughs>。ジジュとかに暴力を振るわれても手を出してない。だから、すなわち小林喜二と同じなんですよ。暴力、警察からぶったたかれてね、死んだんですけど、小林喜二はね。ぶったたかれたけど、自分からはね手を出してないんです。小説で書いただけ。 労働者が、えーね、こういう過酷な状況にありますよという小説を書いただけで殺されてるんだからまだ100年経ってませんその匂いを感じたわけ <laughs> みんななんでその匂い感じないの警察署に連れてかれて、ね、ぶ言論で言って気に食わないことを言ってた人が気にずっと4か月間ぐらい閉じ,閉じ込められてんだよ、ね、<laughs> その気に食わないことを何かっつったら警察と えー、玉木雄一郎と、えー、小池百合子の、ね、公職選挙法違反を YouTube ライブで流した <laughs>、ねね、翼の党が公職選挙法違反は微妙なのよ、ね、じゃあそれがた例えば仮に公職選挙法違反だったとしても、ね、小池百合子と乙武と、えー、玉木雄一郎の公職選挙法違反と あの警察官の公職選挙法違反がね、チャラになるわけねえじゃん <laughs>。全く違うんだから、それ別物なんだから、ね。その公職選挙法違反の記録物があるんです、YouTube にね。<laughs> もう今消されてるかもしれないけど、最近見てないから分かんないけど。まあそういうことになりますから、麹、え、町、ー、警察署関係の前で、えー、タッチテツヤとかもやってたでしょ、テツヤもやってたよね。あれは全部怪しんでみんな見てね。 あれは怪しんでみてね私は麹町警察署に通報してだからカモフラチャンネルという人が斎、えー、藤忠之受刑者が、えー、今年の3月頃に <laughs> いなくなった、ね、いなくなったっていうやつを警察に通報せずにそのまま言ってるんですよ <laughs> わかりますか <laughs> これあのおおあのの 小倉美咲さんの失踪事件のときにシルバーの車とか、車のやつよりやばいよ。私は車両が使ってないと思いますし、多分、山梨県警も車両使ってないと思うから、車の情報をあの YouTube 上で言ったとしても、それ、警察に言いなさいよって言ったとしても、警察に言っても、ああ、そうですかみたいな感じになるだけだと思うけど、ね、<laughs> だけだと思うけど。 そのフラチャンネルっていうのは斎藤忠之受刑者懲役1年8月が今年の3月ぐらいに飛んだって言ってる <laughs> そ,その半年ぐらい前に麹町警察署に出頭している人が飛んだっ,つって言う方いなくなったってことでしょ、ね、それは言っちゃいけないでしょって、ね、情報共有のために言いましたっていうふうにライブ配信の時に私に回答してくれましたが情報共有しちゃいけないんですよ 現にこの人って今ぶち込まれたわけでしょ。マジでこの人がぶち込まれてる人が、それ飛んだっていう情報を情報共有するんだったらいや大丈夫です。これ、これはもう実は島町警察署等に言ってもう実はつかんです。 警察エンターテイナーとしてエンターテイメントとしてやってるだけですよっていうライブ配信で説明してくれればいいんですけど皆さんに斉藤忠之が飛んだかもしれませんので斎藤忠之に例えば金貸してる人とかねあの一生懸命今今探した方がいいですよみたいな感じで情報共有してるわけでしょ、ね、私にはそうやって再生回数を上げてるだけだと思ってるけどそういうそういうのでカモホラさんの ねえー、YouTube ライブの再生回数を上げてるだけだと思うんだけどまあ別にそれはあれ,あれが目的じゃない収益目的じゃなくて注目させるためにでしょ、ね、そうっていうふうに思ってるけど私はね,ねだから私が、ね、ほとんど私は鎌倉さんのライブ配信なんてお邪魔しないんですけどそれは駄目でしょっつって入ってたわけ、ね、<laughs> それは言っちゃダメでしょってね 言うんだったら何で言うんですかって話でそれだったら小島市警察署に言いなさいよ、ね、で小島市警察署に私は斉藤忠之の、ね、斉藤忠之受刑者懲役1年8月のことを去年の11月頃に通報しましたよと、ね、そのなぜ通報するかというとその3年も前から、ねえー、彼のやった NHK、えー、から業務委託を受けていた会社 n リンクスでしたっけちょっと忘れましたがそこの会社にいた時にやっていた <laughs> 悪事 が政権放送で流れてるわけだでその政権放送自体で金を稼いでいます <laughs>、ね、こ,の人この人が <laughs> この人が政権放送自体で金を稼いでいます、ね、でこの人はねこの,このおっさんが、えー、あの政権放送で金稼いで別にその合法的に金稼いでるかもしれないよでこれ小田光恵っていうのは政権放送で金稼いで去年の11月、えー、4月 ネット選挙株式会社か分かんないけど、そこがかうん、どこか分かんないけど、どっか,のどっかがあれか、おだみつえ本人かもしれないし、分かんないけどね。稼いだはずなんです。いやそれは合法的でしょ、そこは。そこは合法的なんですけど、おだいみつえがせ国政政党の政治家女子48党の公認を受けれるのはなんでですかっていうやつを総務省がそれはありえませんよっていうやつを出してる。<laughs> ね ありえませんあるとするならば大津役と立花隆が仲いいとしか考えられませんね。斉藤健次郎と立花隆が仲いいとしか考えられませんね。という間接的な証拠物を出したわけ総務省がね。そういうのは知らないでしょう麹町警察署の人も。ね麹町 <laughs> 警察署の人が今聞けば何となく分かってくるわ ね、でもこれ、秋田の警察署の人に言っても、ほとんど何言ってるか分かんない、頭おかしい人になってくる私はね, <laughs> ね。そしてましてや今、秋田県警とけ喧嘩してて、今、検察から今、カシャンするんだって、私、ね。<laughs> だから無理なの、検察も、えー、あの秋田の検察も、<laughs> あれもうダメなのよ、秋田県警もだめ、もうだめ。 で、麹町警察署は仲間なんでしょおそらく。橘隆と仲間なわけでしょじゃあ、麹町警察署側からね、あの、<laughs> 私に来るんだったら、まだわかる。それだったらわかる。今でも、今からでもね。今からでもちょっと間違ってましたと、ね。私たちは仲間じゃないです。橘隆と仲間じゃないです。その情報をくださいって、麹町警察署側から来るんだったらわかる。<laughs> まだ電話すからね、多分いずれ。<laughs> いずれ電話すから、こっち落ち着いたら。 こっちも、ね、国,国売とかいろいろやっていかないといけないかもしれないから、ちょっと忙しいですけど、それが落ち着いたら、麹町警察署に、今彼らでも遅くないから、麹町警察署員が私にアポイントを取ってくるんだったら、それはそれで協力しますから、<laughs> そしたら、立花隆司らと内通してるという疑いを、ねえー、持たなくなる、私はね。 だけど、立花隆とか、えーね、村子哲也とかが、えー、小島地警察署の前で動画出せば出すほど、私にとっては、あ小島地警察署の人と立花隆とか、村岡、えー、哲也とかが、あ繋がってんのね、みたいな感じに思っちゃうからね。表面上、喧嘩すればするほど。だから本来その A いらないんだから。本来、小島地警察署で4時間取り締め、取り調べを受けましたなんていらないんだから。 だって皆さんい、いりますか私が、ね、県秋田の検察で取り調受けましたとかという情報いるみんな。そんな興味ないでしょいらないでしょ、ね、早くカシャンしなさいよって、ね、思,思ってるぐらいでしょ皆さん。まあ、本当にカシャンするかもしれません。その場合は懲役なので、えー、最悪懲役なので、あの <laughs> あの動画、小倉美咲さんとかも一,一旦止まると思う、でも戻ってきたらやりますからね。 懲役戻ってきたらやりますから。愛、は、情、い、です。